さあ、アップデートしよう。iOS のアップデートについて解説していこうのコーナー。今回は9月いっぱいまで店舗で働かれていた大森さんに iOS のアップデートに関して解説していただこうと思います。大森です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。iPhone16 シリーズが発売されて今年も盛り上がっているようですけど、発売後はやっぱりすごかったですか？そうですね、私は新宿東口店の回転センターにいたんですが、もう販売当日からすごかったですね。私も去年までは店舗で働いてたんですけど、やっぱ新型 iPhone が発売されると本当に一気に動き出す感じがありますよね。そうですね、それをきっかけにスマホ業界全体の1年が始まるっていう感じがしますね。新型 iPhone の発売といえば、それに合わせて iOS の最新バージョンがリリースされるのが恒例なんですけど、店舗にいた頃 iOS のアップデートについて詳しい方って結構少ないんだなって感じました。そうですね、私たちのようにずっと iPhone に携わっているものにとっては結構当たり前のことなんですが、一般的なユーザーだとあまり詳しくない方が多いかもしれません。今画面越しにいやいやそれぐらい知ってるだろうって突っ込まれてる方がいるかもしれませんが、結構そんな感じだったりするんですよね。もちろん私たち以上にめっちゃ詳しい方もいらっしゃいますけど。そうですね、古いモデルを使われているお客様で最新の iOS のバージョンアップデートが打ち切られたら使えなくなるんじゃないかっていう心配する人もいますね。ではそんな方にはぜひこの動画を見ていただいて、その心配を解消していただけたらと思います。実はですね、私この Android スマホ使ってるんで iOS についてはそこまで詳しくないんですけど、なんか違いとかあるんですか？まず Android メーカーや価格帯によってはアップデートの提供回数が異なるっていう点ですね。あとは同じ年に同じメーカーから発売された機種でもハイエンドとエントリーではアップデートの対応に差があります。Google の Pixel シリーズや Samsung Galaxy のハイエンドモデルの中には発売から7年間のアップデート保証をつけているものもありますが、安い機種だと2回やればいい方かって感じですよね。対して iPhone は同世代であれば価格差、性能差で対応が変わることはないので、スタンダードモデルとプロモデルの違いがあっても同世代であれば基本的に同じアップデートを受けることができます。うん、確か SE シリーズでも搭載 SoC の世代準拠でアップデートが来るんですよね。はい、世代といえば iPhone XS と同世代の XR もiOS の18に対応しているので、この世代は6回目の更新が来たと話題になってたのが記憶に新しいですね。iPhone7 や iPhone8 は確か5回で終わりましたもんね。そうですね、ライバルの Android が長期アップデートし始めたので、今後は Apple も6回7回更新を基本線にする可能性が高いんじゃないかなと思います。ところで先ほど最新 iOS バージョンに上げられない機種をお使いの方が心配されると言われてましたが、実際どうなんですか？結論から言いますと全く問題ありません。何も問題ないと。はい、新しいバージョンで搭載される新機能が使えないだけですね。今まで通り使えるってことですね。そうですね、iOS のアップデートには、OS 自体のバージョンを上げるメジャーアップデートと、OS のバグ修正やセキュリティの更新を行うマイナーアップデートの2種類があって、マイナーアップデートが停止されない限りは安全に使うことができます。ちなみにマイナーアップデートの更新はどれくらい続くんですか？公表されていないので具体的な期間は出せないんですが、めちゃくちゃ長いです。そんなにですか？例えば iPhone5S なんですが、実は未だにマイナーアップデートが終了していないです。iPhone5S ってもう2013年のモデルですよね。はい、iPhone5S は iOS7 で発売されていて、2023年の1月23日に脆弱性が見つかったと iOS12 の緊急アップデートできました。ほぼ10年じゃないですか。すごすぎる。Android はハイエンドのセキュリティ更新が短いメーカーがまだまだ多いのに。Apple は自社製品に自社製の OS を入れてるので、管理しやすいっていう側面があるのかもしれないですね。なるほど。Android は Google が作った OS をいろんなメーカーが使ってますからね。
ことの説明だけとは思い、実は iOS のアップデート一覧表を作ってまいりました。じゃん。すごい見やすいですね。最新の iOS 18に対応しているのは2018年発売の iPhone XS 以降で6回目のメジャーアップデートと。しかし iPhone5S のセキュリティ更新が現役というのがすごい異質ですね。iOS 12.57 は iPhone5S と X シリーズ向けの更新なんですけど、最新 iOS 対応で、一番古いモデルの iPhone XS 世代、その初期 OS が iOS 12というのも関係してるかもしれないですね。情報がないのではっきりとは分かってないんですけど、いやこうして見るとアップルさんはやっぱり手厚いですね。こういう面も iPhone 人気の要因なんでしょうね。電話大事ですからね。ちなみに iPadOS 版も作っております。用意周到ですね。今では iPhone は iOS、 iPad は iPadOS と分かれてるんですけど、最新のアップデートに関しては同じですね。あとはプロとかエアとかミニとかの種類でアップデート状況が変わるということもありません。最新の iPadOS18 に対応しているのは2018年以降のモデルなんで、確かに iPhone と対応状況は同じですね。実はもう一つですね、各 OS バージョンのマイナーアップデート回数をまとめたものを作ってきてます。じゃじゃん。どこまで用意するとなんですか。もうこれが最後です。しかしここでもやっぱり目が行くのが iOS12 ですね。マイナーアップデート回数28回って今のところ12の更新回数が最多なんですけど、先のことを考えると15とか16が抜かしそうな気はします。15と16ってこんなに更新されてるんですか。それって OS に穴が多かったってこと。さらということで iOS のアップデートについて解説してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。それでは大森さん、最後に何かありましたらよろしくお願いします。はい、お話ししたように、iPhone のアップデートはとても手厚いものになっているので、お使いの iPhone のメジャーアップデートが終了したからといっても、そんなに心配することは大丈夫です。ただセキュリティ面で心配ないからと、OS のバージョンも古いまま使っていると、ある日突然、今まで使っていたアプリが急に使えなくなることもあるかもしれないです。アプリ側の対応が終了しちゃうかもってことですね。はい、なのでバッテリー持ちや日常使いでの動作に黄色信号が点滅し始めたら、素直に買い替えることをお勧めします。その際はぜひイオスをお願いします。大森さん、解説ありがとうございました。ありがとうございました。